メロメロメテレ、皆さんお元気ですか。メーテレアナウンサーの餅木聡子です。1年間メーテレ60周年に関する情報をどんどん発信していきます。今回の動画は6月6日メーテレの日に私が初めて行ったライブ配信をまるっとノーカットでお届けします。たくさんコミュニケーションが取れたんじゃないかなと思っています。それでは早速どうぞ。50人。はい、分前。はい、50人お願い。30秒前、ロックになったな。タイトルが消えちゃいました。15秒前、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、始めちゃいますね。ジャスト。さてよ、公開でしょ。いきますよ。はい。押します。これは配信されているのか。あー、こんにちは。こんにちは。あー、見に来てくださってありがとうございます。あー、すごい、ありがとうございます。あ、初めてのインスタライブにようこそ。あ、お越しください。私100人来てくださったらすごい嬉しいと思ってたんだけど、300人来てくださって嬉しい。ありがとうございます。あー、ちょっと初めてのインスタライブでかなり少人数でやらせていただいているので、いろいろと多めに見ていただけると幸いです。わー、すごいすごい、400人も来てくださって。わー、皆さんお昼のね、ね、午前中お仕事とかされてお疲れのところありがとうございます。あ、嬉しい。では始めちゃおうかな。あ、三重県津市から見てる方ありがとうございます。同郷ですね。では改めまして、ちょっと待って、顔面が暗くなっちゃったよ。あ、もう諦めます。では改めまして、初めましての方もそうでない方も、メーテレアナウンサーの餅木聡子と言います。今年度はメーテレ60周年アンバサダーを務めています。今日は初めてのインスタライブということで、まあ私がダラダラ喋るだけではもちろんなくてですね、メーテレ60周年の情報もたくさん盛りだくさんでお伝えしていこうと思います。来てくださってありがとうございます。あ、500人超えた、ありがとうございます。お忙しいところ。ではですね、まあ、まずなぜ今日初めてのインスタライブをやろうかと思ったという点なんですけれども、今日は皆さんもうわかりますよね。何月何日ですか？6月6日。そうなんです。メーテレ6ちゃんは今年度60周年を迎えまして、さらに今日が6月6日ということで、今日はもうメーテレの日と言ってもいいんじゃないでしょうか。ね。今日はメーテレの日ということにしちゃいましょう。ということで、その記念も兼ねまして、今日インスタライブさせてもらっていまーす。あ、島津ちゃんが見てくれてますね。どうですか？ MC の島津ちゃんが遊びに来てくれてます。ありがとう。心強いよ。でですね、今日6月6日もう一個大事なことありまして、これです。じゃん。名古屋栄の噴水希望の泉のリニューアル工事が完了した日でもあるんです。パチパチパチ。名古屋にお住まいの方ならもう必ず目にしたことがあると思います。久屋大通公園にある大きな噴水、わかりますか？
あれ実は1969年にメーテレが名古屋市に寄贈させていただいたものなんです。あれから50年以上が経ちまして、老朽化が目立ってきたので、今回修繕行うことになりました。今年の2月くらいから4ヶ月かけてやっとやっと綺麗になりました。その姿がじゃーん、じゃじゃじゃーん、こちらピッカピカになりましたよ。水色を基盤とした綺麗な噴水に仕上がりました。このリニューアルに関しては、東根インターナショナル、日本塗装名人社、東光ペインターズのボランティアの皆様に本当に本当に協力していただきました。400人前後の人員をかけて、4ヶ月かけてこの噴水リニューアルしていただきました。ですね、今日雨じゃないですか。雨が降っていなければ、このね、噴水の前でお披露目記念式典があって、テープカットなんかもある予定だったんですけれども、ちょっと雨でなくなっちゃった。ショックで、でも華々しくやりましたよ。皆さんもですね、天気のいい日、ぜひこの栄の噴水希望の泉にお立ち寄りください。そしてね、ぜひ SNS なんかにも投稿してみてくださいね。これ50年以上前にできたものということで、この先の50年、さらに100年、その先の未来もどうなっていくのか、どんな人がこの周りに集まってくるのかっていうのが本当に楽しみですね。中部電力未来タワーも映えております。はい、これ大事なお知らせでした。続きまして、ちょっとこんなどんどん言っていいのかわかんない、ちょっとだけコメントを読もうかな。あ、見に行こう見に行こうと、ぜひ行ってくださいね。もちもちもち、ありがとうございます。雨女、いや私が雨女なのではなくですね、正直そこにいる希望の泉のリニューアルをやろうって言い出したメーテレのお兄さんがいるんですけれども、その人が雨男だったっぽい。はい、私のせいではありません。ただですね、私も今朝ドデスカの中継で噴水の様子見てきたんですけれども、もう勢いよくね、水が流れ落ちている様で、栄のど真ん中、名古屋のど真ん中に噴水が立っている姿が本当に堂々としてて、この4ヶ月を経て感激しました。ぜひ皆さんにも見に行っていただきたいです。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、気になっている方も多いかもしれませんが、これ、私が今どこにいるかと言いますと、メーテレの1階のロビーなんですが、これ、会社のロビーとは思えなくないですか？これね、メーテレの1階のロビーなんです。実は、1階ってガラス窓で、覆われているので、どなたでも外から見られるんですけれども、外から覗くと、こんな大きいウルフィーが目の前にいるんですよ。ちょっとこのスペースをうろちょろしてみたいと思います。ちょっとうまくいくかわかりませんが、このスマホを持って、これね、今日全部私自分のスマホでやってて、自分の自撮り棒でやってるんですよ。多めに見てくださいね、いろいろ。じゃあちょっと外亀にしますね。さいなら。お、じゃじゃーん、見えますか？これ、ね、相当今離れてみたけど画面に入らないくらい大きいウルフィー。これビッグウルフィーですね。メーテレ1階ロビーのシンボルとも言えますね。この場所、メーテレのモフモフパラダイスという名前になりました。このウルフィーは身長、縦が4メートル、幅が 3.5 メートル。なんとも大きなウルフィーちゃん。このほっぺがピンク色になってにっこりしてるのも可愛くないですか？ちょっと近づいてみますと。で、この毛皮もですね、しっかりモフモフしてるんですよ。これほんと触り心地いい。
このウルフィーのお腹の部分には椅子がありまして、ここに座って収録だったり記念撮影を撮ることもできます。ちょっとごめんなさいね、カメラ下手で。見えてますか、ウルフィーの横顔を。ウルフィーの足と爪、ちょっと後ろも回ってみますね。るよ。このね、床も芝生になってて、本当にここね、異空間ですよ。楽しい。モフモフパラダイスという名前になりました。この尻尾見てくださいよ、これ。ほれほれ。むぎゅーっとしたくなるような尻尾。で、この横にはね、尻尾は弱点、優しくしてねとウルフィのお願いも書いてあります。優しく触ってあげてください。そうそう、コメントもいただきました。お子さんがね、喜んでくれそうな作りになっているんですよ。白いソファーや椅子も、これ全部ね、モフモフしております。まあちょっとコロナ次第にはなるんですけれども、いつかここにお子さんたちをお招きして、絵本の朗読会とか、あ、もう今完全にスタッフの紙袋が映ってしまいました、すみません。絵本の朗読会とか、あとちょっとごめんなさい、もう映っちゃいけないものがすごい映ってる、ごめんなさい、私の顔に変えます、すみません、めちゃくちゃ資料が映っちゃった、ごめんなさい。そう、いつかね、あの、まあ、コロナ次第になってしまうんですが、いつか皆さんにもここに入っていただきたいとは考えています。その時にはぜひですね、絵本の朗読会とか、あとウルフィーダンス、皆さん覚えてますか、ウルフィーダンス。朝のドレスカの中継で毎朝必死で踊ってたんですけれども、ああいうのもね、また復活させて、ぜひこのスペースで踊ることができたらいいなと考えています。やっぱりね、60周年のメーテレの合言葉がメロメロになりました。メロメロ、これ覚えてください。やっぱりメロメロな気持ちをね、伝えるには直接会うことが一番だと思いますので、皆さんと直接お会いできるようなイベントや企画を今後メーテレどんどん考えていきますので、よろしくお願いします。ウルフィのこともよろしくお願いします。ウルフィは朝のドデスカに出ていますよ、お天気コーナーでね、あの、いろいろ仮装したりサイコロ振ったりしてますので、ウルフィも応援してあげてください。さあ、これにてですね、これにて一通りマストで伝えなければいけないことは伝えましたね。伝えたので、皆さんとちょっとコメントを読ませていただいて会話ができたらと思っております。あ、質問タイムお願いします。だってちょうど今から質問タイムにしようと思います。あ、体大事にしてね、だってありがとうございます。皆さんもお体大事に、健康第一でお願いします。おー、600人超えだ。こんな月曜のお昼に600人も見てくれて、ありがとうございます。いや、あの、始まる前は100人見てくださったらいいなって言ってて、で、始まる10分前に50人見てくださったらいいねに変わって、始まる2分前に30人見てくれればいいねってだんだんハードルが下がってきたんですけれども、600人も見てくださってる、ありがとうございます。お、これは6、600、600、今日はメーテルの日、6月6日6チャンネル60周年600人、いやー、キリがいい、ありがとうございます。はい、ちょっと待ってよ、コメントを読みたいんだが、ウルフィーは動くのか、このウルフィーですか。このウルフィーはですね、あくまでちょっと大きなモニュメントとして置いていますので動きませんが、あの、朝のドデスカに寝ているウルフィーは元気に動き回りますので、ぜひそちらで動くウルフィーはご覧ください。武田アナいます。だって武田アナね、いるんじゃないかな。あ、ここに、わかんない、アナウンス部にいるんじゃないかな。朝もおしゃべりしましたよ。ちょっとだけ社食で一緒にご飯食べました。黙食でしたが。武田アナはよく飲み物をおごってくれます。名古屋ドームでモッチーが歌うグレンゲ聞いた。ありがとうございます。あれも、あれ、ボンバーイっていう番組の企画で YouTube で歌ってみたっていうのをやったのを、たまたま名古屋ドームで
流してくださってるんですよね。あれ本当に嬉しい。ぜひ名古屋ドームに、あ、バンテリンドームに行かれた際はグレンゲー流れてるかな、聞いてくださいね。さあ何か質問、あ、静岡でもどうですかみたいですだって、ありがとうございます。本当静岡のめちゃくちゃ一部の地域でもしかしたら流れてるかもしれませんが、ぜひね、このインスタライブや、あと YouTube なんかもメーテレ頑張っていますので、そこで私やメーテレアナウンサーの様子を確認していただけると嬉しいです。は、あのコメントをいっぱいあって全然追いつかない。わ、これどうやって、質問、じゃあちょっと拾わせていただきますね。今日のコーディネートのポイントだって、今日のコーディネート、あのですね、実はこれ、この白のワンピースは私服ではなくて、メーテレ60周年アンバサダーの公式衣装なんです。制服みたいなもんです。あのですね、60周年ちょっと腕まくりしてやってたんですけど、60周年新規一点の白ということで、こういった白色の衣装でやらせてもらってます。これちょっと立ってみたりしていいのかな、倒れるかな。待って、こういうですね、回れないけど、ちょっと今スタッフさんからね、視聴者666人を今超えましたと言われました。ありがとうございます。いや、やっぱメーテレの日だから皆さんメーテレ興味持ってくださってるんですね。ありがとうございます。はい、そんなこんなの白ワンピでした。ランチは何食べるというご質問がありましたが、今日はですね、バナナを持ってきているので、バナナを、むさぼり食べようと思っています。皆さん何食べるんですか？メーテレのね、社食もとっても美味しいんですよね。今日多分6月6日でメーテレデーで、何か特別なメニューが出るんじゃないかな。まあでもね、今黙食だからね、ちょっと寂しいですよね。皆さんはお昼何食べますか？あ、なになになに、あ、バナナだけ、うん、バナナと何かかな。バナナと何かを食べようかな、おにぎりな。あー、質問いただいてます。何時に起きる、生活習慣変わった。あー、この話はじゃあ、ですね、あ、わ、お友達が見てくれてる、ありがとう。何時に起きる、まずですね、3月末までの話なんですけれども、あ、先輩アナが通っていったぞ、まあいいや。3月末までは朝の2時半に毎朝起きていました。わおね、そうそう、2時半に起きて、さ、うん、3時過ぎぐらいに出社してたかな。ちょっと今の人たちは違うかもしれないけど、私はそうでした。ほいで今なんですけれど、今とですね、どうですかを見られるぐらいの時間に起きている。ん？どうですか、見てますか皆さん。私今日ですね、羽生結弦選手へのインタビューが流れたんですよ。ご覧いただけましたか？東海地方の話たくさんしていただきましたよ。モッチーに会える機会やイベントってありますか？それをですね、60周年企画で、まあいろいろ考えておりまして、私もやっぱり直接皆さんに会いに行ける仕事が好きで楽しいので、まあちょっとまだですね、なんて言うんだろう、多くの人にというところから始められるかはわからないんですが、キャラバンみたいなことをして、まあ最初はですね、幼稚園のみんなとか、そういったところにお邪魔して、ウルフィーと一緒にみんなで遊ぶみたいな企画も今進んでいるところです。はい。なので、ぜひね、大人の皆さんともお会いできる機会があるといいですね。はい、質問いただきました。好きな三重グルメかー、いっぱいあるよー、いっぱいある。ですね、ちょっと贅沢なところで言うと、やっぱり伊勢海老と松阪牛はたまーにしか食べないけど美味しい。松阪牛はですね、まあもちろんもう名古屋の方でもご存知のような名店もね、いっぱいあるんですけれど、やっぱりね、地元の人はね、うちの家族なんですけど、地元の人は安くて美味しいところを知っている。
例えばね、あの松阪牛の切り落としとかがね、すごく美味しいところもあるんですよ。そう、そういったところも買ってきて、たまの贅沢ですき焼きとかするともう本当に幸せですね。まあ大晦日とかね、お正月の贅沢ですよね。今ね、あかりんがコメントくれた。あかりーん、 SKE48 の須田あかりちゃんがコメントくれましたね。あのね、あかりんとっても仲良しでして、仲良しでしてって私が言うとおこがましいんですけど、あの最近私日傘を3本持ってるんですけれど、そのうち2本手元になくって、1本はラーメン屋さんに置いてきて、もう1本はあの今あかりんが持ってくれています。ありがとうございます。あー、さ、何か他に質問とか、なんかこの質問欄みたいなとこ見ればいいのかな。あ、おー、お料理はしますかですって。お料理がですね、以前ドデスカの特集でも一回あの流れてしまったことがあるんですけれども、お料理自体は好きなんですけれども美味しくない、出来上がったものが美味しくないという事態が頻繁に起きる、というかほとんどそう。どうしてなんでしょうね。あの基本の料理帳みたいなテキストをちゃんと買ってそれ通りにやってるんですけれども、美味しくないんだな、なんでやろ。あのね、でしかも一人暮らしだからいっぱい作った時にね、余るじゃないですか。でそれを翌日にこう、なんていうの、取り置き、なんていうの、あれ、翌日まで持ち越すじゃないですか。で翌日もその美味しくないものを食べなきゃいけないっていうストレスゆえに、あまり料理をしなくなってしまった。これも自分が悪いですね。ちょっと今自分で話していて反省したので、料理の方はあのおいおいしっかりやっていこうと思います。料理に愛が足りないのですって言われた、その通りです。今日はウルフィー一緒じゃないのというコメントをいただきました。あのですね、先ほどお伝えしたこの希望の泉の記念式典っていうのが今日は午前中にあったんですけれども、そこではずーっと一緒でしたよ。ずーっとウルフィーをモフモフしておりました。ウルフィー元気ですよ。須田さんにご馳走しましょう。あ、傘を預かってくれてるお礼にね、ご馳走しなきゃですね。ねえ、休日はどこによく行きますか。ですね、私もうなんか本当に怒られるんじゃないかな、あんまり外に出るのが好きじゃないとかではなく、家が好き、自分の家がとっても好きなので、家の中であのゴロゴロしたり絵を描いたりゲームをしたりしてるので、あの私のお友達の人もし見てたら外に誘ってください。ツニは帰ってますかという質問いただきました。ツシはめちゃくちゃ帰ってます。あのやっぱり地元を好きだし家族が好きだし、あとですね、あ、そうそう、迷路トークってご存知ですか。メーテレ60周年企画の一つで迷路トークっていう、まあ、ミニ番組みたいなのを放送してたんですけれど、あそこで紹介した私の愛犬プラム、チワワのプラムに会いに帰っています。もうね、めちゃくちゃ可愛くって、まず玄関お出迎えキャーって走ってくるでしょ。で、あのお風呂に行ってもお風呂の前でプラムは待ってるし、お手洗い行ってもお手洗いの前で待ってるし、2階に行こうとしたら2階の前で一緒に連れてってって尻尾振って待ってるし、本当にプラムは癒しです。プラムと私はもう付き合いたいです。あ、方言が出たりすることありますかというご質問です。方言はとっても出ます。あの一応こうやってちゃんとピシッとした場で喋っていると、まあ、出ないようにっていう意識はあるんですけれども、あの例えば武田アナは大阪出身だから、武田アナと喋ってるともうずーっと関西弁、これあの名古屋の曲ですかってぐらい関西弁。放送ではなかなか出ませんけどね。やっぱね、地元の言葉っていうのはいいですよね。名古屋弁も好きですよ。ご質問、あ、いっぱいいただいてるな。あ、写真集発売してほしいです。だって、あの、写真といえばですね、去年に、秋頃だったかな、
とある雑誌にグラビアを載せていただいたことがあります。本当ね、1、2枚載せてもらうだけかなと思ったら、結構な枚数載せていただいたので、あれ、皆さん買ってくださったのかしら？どっかで見てくださったかな？見てくださった方ありがとうございます。貴重な機会でした。さっき TWICE の誰が好きですかっていう質問があった。この話してもいいですか？TWICE 大好きで、私もうこれ本当にね、言うたびに笑われるんですけれども、今ね、前髪伸ばしてるのはこれ TWICE になりたいからなんですね。TWICE の方って、というか韓国アイドルの方って結構前髪長い方、こう後ろの髪も長い方が多くって、ちょっとね、それに憧れて今伸ばしてるんですけれど、果たして私が TWICE に慣れているかはもうご覧の通りということで。で、TWICE の誰が好きかなんですけれども、これ選べないんだけど、私は、ジヒョちゃんと、スイちゃんと、モモリンが好きです。あー、言ってるだけで可愛い。私ね、もう、TWICE の動画を見すぎて、多分、全部見たんです。YouTube 上の TWICE の動画全部見ちゃったから、今、TWICE の振付師さんの動画を見てる。もう今その段階に入りました。大好き、かわいい。本当になんかビタミンっていう感じで元気をもらえますよね。この間東京でもコンサートありましたね。見に行きたかったな。はい。車の免許あるっていうご質問いただきました。その質問はどういう、真意があるんだろうか。車の免許ね、なんと持ってるんです。ただ、ペーパードライバーですね。完全に。私が運転するのはちょっと不安がありますね。あ、三重まで車で帰ってるのかっていうことですか。あー、いやー、電車でございます。車はね、もう運転しばらくしてないのでちょっと恐ろしいですね。まあいつかね、乗らなきゃいけない時は来るかと思うんですが。あ、先輩についての質問もいただきました。浜旬のギャグについてどう思う？逆にどう思いますか？私はもうあの浜旬の瞬間飯ですよね。どうですかで放送してますね。あそこの冒頭で浜田旬アナウンサー先輩なんですけれど、ギャグを言うんですけど、もうどう思うか。まあその時の右上のワイプに出てらっしゃる出演者の方の表情がそれを一番物語ってると思いますので、はい、そちらをご確認ください。今ね、メーテレのこのロビーの前のガラスの向こうからお子さんがね、走ってて、ウルフィーを見て、キャッキャと言ってました。嬉しいな。やっぱりお子さんにね、受けるようにってこのロビー生まれ変わったので。いつかね、コロナが明けたらぜひ中にも入っていただきたいです。その日まではぜひこのガラスの向こうからウルフィー見てみてください。お、元気だね。ちびっこは元気です。雨の中でも。そして、メーテレのどんなところが好きですかというご質問もいただきました。メーテレ大好き。なんでかっていうと、やっぱりね、皆さんね、優しい。もうほんとこれに尽きると思うんですけれど、番組スタッフ、あとカメラさん、音声さんと技術のスタッフの皆さん含め、みんな優しいですね。毎朝、投稿じゃない。出社したくなる会社です。みんなと喋りたい。仕事したいっていうのももちろんあるんですけれど、みんなと喋りたいと思って出社してくる部分もあります。それくらいみんな仲良し。アナウンス部もうちは仲がいいと思います。いつかこのインスタライブもね、コラボできたらいいなと思ってるんですけれども。はい。多分そういう仲の良さが、ドデスカとかアップとか、そういう番組上でも皆さんに多分伝わってるんじゃないかなって思います。うん。このインスタライブはですね、12時半までらしいですよ、どうやら。12時半までなので、あと3分でーす。まあ、ただですね、今後も、こういう風に、こう、双方でコミュニケーションが取れるような、イベントや、まあ、配信や企画っていうのは、どんどん、60周年アンバサダーとしてやっていきたいと思いますので、その際はまた、ぜひ、ご参加ください。あ、今、島貫くんからもコメントがあった。島貫くん、投稿って言ってしまう気持ちはわかります。だって。私たちは小学生かな？島貫くんもね、今日も元気に投稿していましたね。
えらいぞ。さあ、ではですね、メーテレ60周年の最後に、公式サイトについてもお知らせさせてください。じゃん。メーテレ60周年サイトというものがあります。見えますか？これね、こんな風に URL 言われてもちょっと難しいかもしれないんですが、このメーテレ60周年で検索したら出てくるはずです。まあ、今日リニューアルお披露目した栄の噴水希望の泉だったり、あと、このメーテレモフモフパラダイスの紹介動画だったり、あとは、まあ、キャラバンのお知らせなんかもそこにどんどん乗っていくんだと思います。このサイトを見ればメーテレ60周年の動きがすべてわかりますので、ぜひ登録してくだ、登録じゃない。検索してください。で、その動画なんですけれども、YouTube 上でも見ることができまして、もう、ね、かなりの数、投稿されました。で、再生回数も想像以上、期待以上といいますか、本当にありがたいことに皆さんたくさん見てくださっています。メーテレへの思いというんでしょうか、そういうものが本当に、ああいう、数が全てじゃないんですけどね、やっぱり数で見ると愛情が伝わってきて私はとっても嬉しく思っています。例えば、まあ、これメーテレのリニューアルした社屋。まあ、外と中の案内動画ですね。だったり、これね、これなんて本当に誰に需要あるのって思ってたんですけれど、私がひたすらにイラストを描く動画、イラスト、真っ白な状態から、メーテレ60周年の記念のイラストをウルフィーに描いたんですけれど、それが出来上がるまでっていう、ただひたすら静かな動画なんですけれども、これも結構皆さんに見ていただいててありがとうございます。あとは希望の泉でありました。お子さんたちとのお絵かきイベント。これもね、とっても楽しくって、本当に思い出に残りました。保護者の方とか、まあ、書いてくれたお子さんたちにはもちろんですね、皆さんにも様子はぜひ見ていただきたいです。などなど、あとこれ、ウルフィーダンスの練習動画っていうものも上がってるんです。キャラバンでウルフィーダンスを復活させようという動きがありますので、皆さんにぜひ覚えていただきたいと思って、ついこの間このウルフィーの前とか、車内でウルフィーダンスの練習動画撮りましたので、練習してみてください。私もね、かなりなまっていまして、一回踊るともうぜいぜいだったんですけれども、ちょっとね、日々の仕事の合間とかお疲れだと思うんですけど、運動だと思ってやってみてください。はい、こんな感じで動画も盛りだくさんでお届けしています。さあ、メーロメログッズが欲しいというご意見もいただきました。メーロメロっていうのがメーテレの60周年。まあ、この先の合言葉であります。メーロメロってポーズもあるんですよ。メーロメロ？これ覚えてください今日。メーロメロ？これが今年度、そしてこの先のメーテレの合言葉です。地元の皆さんに私たちはメーロメロだよという思いを伝えています。ただですね、やっぱり一方的なメロメロじゃなくって、私は両思いがいいと思っているので、ぜひこんな風に今日みたいに皆さんとこう会話ができるようなことをいっぱいしていけたらいいなと思っています。もち夜も配信して、そうですよね、いずれ夜も皆さんのご都合のいい時に配信したいと思っています。今日はお昼なのに600人も超える皆さんが来てくださって本当にありがとうございました。また配信とか動画とか、もちろん番組などでお目にかかる機会があればと思っています。お昼ご飯も、皆さん削ってか知らないけど、来てくださってありがとうございました。この後いっぱい食べてくださいね。じゃあ、今日の配信はここまでとさせていただきます。お付き合いありがとうございました。また、失礼しまーす。どうやって切るのかな？バイバーイ。いかがでしたか？平日のお昼なのに最終的に700人近い方が見てくださいました。ありがとうございました。ちょっとハプニングもありましたが、まあ生配信っぽかったんじゃないかなと思っています。前髪を切るかどうかは検討いたします。
まあ、次はもっと皆さんが見やすい時間帯にも配信できたらと考えています。ではまた次の動画か配信でお会いしましょう。メロメロ。